あ、いいぞいいぞいいぞ、オッケーだ、オッケー、とりあえずオッケーだ。あちゃ、あちゃ、とりあえず俺やめろ。笑って笑って旅をして。おはようございます。おはようございます。54日目の朝でございます。はい、朝です。いやー、ついに入りましたよ、福島県でございます。あい、しゃっくりだ。いやー、今日はですね、何をしようかと思ってたんですけども、あったかくなってきたからね、キャンプだね。キャンプか、キャンプだね。あからさまにテンション今日はね、あちゃん、というわけで福島一発目はキャンプやろうかなと思いまして。はい、いつも積んであるもろもろはこれ全部キャンプ道具だから、これを初めて使う時に来たわけですよ、キャンプギアを。なるほど。その棒は捨てないの？友達、群馬の杖やろ、今日焚き火するか。いや、焚き火そんなわけで、じゃあ今日はキャンプ場に向かうと思いますので、はい、どうぞ今日もよろしくお願いします。お願いします。シュッ。出ておいで、出ておいで、あいちゃん、手振るな。桜咲いてるな。季節外れが過ぎるな。ねえ、めっちゃ咲いてるわ。どう？気持ちいい。わあ、すごい気持ちいい。ねえ、キャンプはいいだろ、あっちゃん。気持ちいい。寝るな、あっちゃん。何それ？昼寝ます。あちゃん、戻っておいで、今日キャンプだぞ。あちゃん、帰っておいで。あちゃん、帰っておいてめえ。広い。広いじゃねえよ。おいで、外の世界はこんなにも楽しいんだよ。起きて、怖くないよ、大丈夫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 。うっしゃー、うっしゃー。えぇ、おー、で、近藤特製のクリームソースのパスタを作ろうかなと。あー、伊達にイタリアンで5年働いてねえからな、俺は。事前にスーパーでジャスト1000円分で買ってきたから。とんでもねえ、いつもお疲れ様です。見てこのベーコン、贅沢した。あー、すごい、やばくない？俺の顔と同じくらいよ。とりあえず今日は昼ご飯にパスタを作ります。いける？はい。あちゃん、何してんの？こちゃんが頑張ってくれたらで焚き火作ってみた。焚き火。石拾ってきたの？拾ってきた。何してんねん、もう。拾ってきた方が楽だったかもしれない。急な野生児やな。おいしそう。できてきたね。すごい。仕上げにこいつを。うわ、仕上げまーす。どうすか？いやー、それはだめわ。これしか作れんけどな。パスタしか作れん。さあ、焚き火すっぞー。よーし、土台作るぞ、適当か。打ち込むんだ、奥に。使えない。いけおお、燃えろ。いい感じ、いい感じ。すごい。ねえ、文明じゃん、ちゃん。文明だ。文明ができてきた。文明開花の音がするぞ。火だ。私もろ買えばよかった。焼き芋食べたいな。食いてしかねえんか。あいちゃん、何してるの？てってるれてるてるれ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 て
焼こうぜ。焼くか。おいやあ、いいぞいいぞいいぞ。オッケーだ、オッケー、とりあえずオッケーだ。あちゃあちゃ、とりあえず俺やめろ。てるるて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 るるるてるてるるるるるなんか黒い表だと違う。いただきます。左側うんちみたい。うんちって言うな。野生的な味がするぞ。どういう意味だ。いい意味ね、いい意味ね。野生的な味がする。それな。キャンプどうやった？思ったよりすごい楽しかった。おうおうおお。すごいこういうのめんどくさいだろうなって思って、リスとかセッティングとか、うん、思ったよりパッてこうできるんだなって思った。そうやな。そう、なんかやっちゃえばあとはもうずっとね使えるからね。ずっと遊んでていいから。え？まあそんなわけでね、明日早起きなんですよ。早く起きるので、今日はもうベッドで寝よう。そうしましょう。えいっす。じゃあそういうことで、今日はおやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。